女性の、はい、こんばんは、こんばんは。いいな、うちこういう女子嫌いだわ。待って、初めましてだよ。会ったことあんの？ないです。初めまして。初めましてだよね、急に噛みつかれてね。でもこういうもんだから、はい、でも私ずっとパワーパフガールズがすごい気になってた、大好きなんで。お前寝巻きでパワーパフガールズ寝て、ね、寝てる時にこいつ かわいいでしょみたいな感じで、うん、なんか撮ってこれ寝巻きですみたいな、うん、かわいい写真ばっかツイッターに上げてるんですよ。あー、待って見てるんですか？私ひまわり好きなんですみたいな。今日であってひまわり女が。え、待ってください、私のツイッター知ってるんですか？まあ、え、私今日初めて会ったのに。本当ですか？いやでもそうです、パワーパフガールズの寝巻き持ってるんですよ。寝巻き着てんの？寝巻きで、いやこれは寝巻きじゃない、これは寝巻きじゃないけど、いやね、アイドルかよマジで。寝巻きが可愛いって人に見せないんだよ、寝巻きって。そうね、なんだろうな、あれは、はい、なんかあんま気にしないんですよね、私が。気にしてないのにパワーパフガールズ着て寝るんか。なるほど、ね、うちはもうパンツ一丁だよ。ちょっとあったかいから最近。それ嘘でしょ。それ嘘。ごめんなさい、僕が出ちゃった。うん、噛みつかれてね。すごいですね、びっくりね。でも私助けないタイプだから。あ、なんかこういう感じなんですね。いや、これだって主催者が依頼したからさ、ね。そう、主催者。しょうがない、しょうがないね。ね、なんで、ね、最初誰だろうな。本当に選んでいただいてありがとうございます。次回からも、よろしくお願いしますはい、ということで、まあね、自己紹介、ユミルさん、はい、はい、今日は LP ユミルということで、はい、はい、やっております。今回初参戦ということで、ガンダムナイト、はい、はい、他のライブとかいろいろ出てるみたいなのでね、はい、何笑ってんのあいつ。心の声が、いや一人で笑ってるからなんか面白くなったんだなと。そうでいいよね、なんかね。いやね、まあ、笑ってもらえるのは嬉しいけど、一人でやったら笑ったから、あれうちなんか言ったかなと思って。あ、どうもどうも、ありがとうございます。飲んでとか早い段階でうるさくなってかもしれないですけど、ね、うん、あ、まあ、もうちょっと込み入った自己紹介とかしなくていいんですか？しなくていいですかって、私たちが振らないからだよこれ。いや振らなかったら喋んないって、ね、そんなね甘い世界じゃないここは。自分から行かないと。あ、でもでもまあ私は可愛い女の子に厳しいです、はい、逆に言えば厳しくされなかったマリンさんとかドンマイですよ。そうそうそう、まあね、頑張れ、トークで頑張れってことですよね。ごめんなさい、あの本当に引くのやめてもらっていいですか。すごい、あの、大丈夫、あの普通の人なんで。まあ普通でもねえけどな。うん、はい、じゃあ自己紹介兼ねて今日の意気込みをさせてください。はい、はい、改めまして、私今日は LP ユミルということでやってまいりました。私の好きなキャラクターがそのまま LP プルということでですね、キュベレーマーク2の紺色ですねが一番大好きでございます。他のライブでハウスとかでガンダムを歌ってましたら、こうやって声をかけてくださいまして、星名さんが、はい、こうやってなんかガンダムナイト、もうガンダムオンリーの、はい、イベントに参加することができて本当に本当に嬉しいです。あのそこのあるガンプラですね、 SD の、 あのクシャトリアとマスターグレードのキュベレーマークスは私が自前で持ってきたものなので、よかったら、はい、クシャクシャって何、クシャクシャっつった、何クシャトリアです。あの、あ、プラモデルみたいな、あそこに、そうです、あそこの2個、あの、はい、厳選して持ってきました。まだ家にあるんですけど、ちょっとパーツが多いのとかあるんで、あんまり持ってくると壊れちゃうなと思ったんで。いや、まあ一つ持ってきても私がいれば壊れますよ。あそこで、ね、あれですね、あれ、ちょっと、あ、いや何も見なかったことにしてもらっていいですか。今完全に狙い定めたね。オッケー、目がね、キラッとしたよね。一直線ですから。これマイク置いたらね、怖いな。もう本当にね、将棋で言ったら角みたいなもんですか。斜めにまっすぐ行くんだよ。そういうことね、はい、やばいな、教えなきゃよかったなこれ。はい、まあじゃあここはじゃ あのここのライブ初めてだけど、他に進行があるメンバーでやってるんですね。あ、星名さんだけです、実は。あらあら、実はこのお二人も、はい、今日12時半に初めてお会いしたばっかり。あとあれです、あの前ラジオ、あ、この間あった隅田リバーのラジオでどうか聞いてくださいの、はい、で初めてお会いしたって感じです。おー、はい、なるほど。でこのずんぐりむっくり、あれ
いたんだ。いや見つかったじゃないわ。あ、じゃあここにも出るってことですね。あ、なるほど。はい、以上でございます。全然いいけど、アイドル勝てるぞ俺。いや、絶対勝てる気しないから。確かに確かに。じゃあ、はい、え、この後ろのお三方はもうそのまま始まる感じですか？お三方？ん？いや、ユミリちゃん。あ、違う、だって歌うでしょ？はい。あ、なるほど。後ろは何するのかなと思って。あ、準備の方があるんですか？はい、じゃあ、スタンバイの方していただきます？してください。はい。いや早くしてよ。なんか喋りたそうな顔してるけど、後でね。うん、後で。あ、私怖いでしょ。いや、そんなことないよね。ね、私は。今日全然普通だと思うけど。今日優しいよね。優しいよね。本当に心優しくて、発散してきたからね、ここ来る前にね。あ、そう、2人でラジオやってて、その収録をしてきたんで、はい、ある程度喋ったんで、もう私は今日はあんまり、うん、喋ってない方ですよ。ちょっとびっくりするほど静か。私そうなの？うん、もう今日静かでしょう。うん、お、逃げました。逃げたの？じゃあうち歌うか。逃げましたいや、パチパチじゃねえよ。なんだよ今日怖えよ。なんかお客さんもさ、なんかさ勝手がさ、うん、俺初めての人多いはずなのに。初めての人多いけど違うライブでいるんだよね。ね、そうなの、そうなの、そうなの。そうなんだよね。いや、しかも私たち見に来てないからちょっとなんか意地悪だよね。本当だよ、この感じね。お母さん、あ、ありがとうございます。はしゃいでるの、ありがとうございます。まあ準備の OK だったら、言ってください。この場所がね、なかなか言ってくれないんですよね。まあ言わないですよ ね。だから永遠と話し続けようか、今回言わなかったら。あ、そうだね、うん、言ってくれないと私たち話やめない。そうですよ。で、ユミルさんも喋ってこないと本当にここで喋るんで。入れない、入れないです。じゃあ入ってよかったのかなと思って。入ってくれないと振らないから。いや、入らないんだったら別に入らなくても。あ、大丈夫、2人で喋るんで大丈夫。なんかこんな MC 初めてだからちょっと怖いな、なんかどうしようかな、正直。本当にね、私も MC やったことあるんですけど、はい、ここまで噛みついてくると思わなかった。やっぱ唯一無二の MC をね、私たちは目指してやっていかないと。そうだね、ありがたいです ね。こういう優しい MC がね、モテるんでしょうね。さぞかしね、お客さん来るんでしょうね。ということで準備の方整ったそうなので。あ、本当ですか、言ってた誰か。はい、OK です、紹介してください。